宇都宮駅西口から見る、宮の橋ぐるの橋は、栃木県宇都宮市の田川に架かる橋。JR 宇都宮駅の西にあり、宇都宮のシンボルとして親しまれてきた橋である。宮の橋は、宇都宮駅の西側に所在する田川に架かる、橋梁である。宇都宮市のメインストリートである大通り、栃木県道1号宇都宮笠間線を通し、西岸は大通り3.4丁目、東岸は、 駅前通り1.23丁目は勝つ。明治時代に宇都宮駅から市街地に行くためには、隣の幸い橋か押し切り橋を使う必要があり、不便だったことから建設された。最初に架橋されたのは1886年のことで、当時は目標であった。目標は洪水の旅に流されるので、1909年頃に欄干を鉄製にした橋に掛け替えられた。 現在は駅前の目立つ場所にあることから、宇都宮市民に有名で待ち合わせ場所としても利用されている。宇都宮駅と宇都宮市街を結んでいるため通行量が多く、橋のたもとには宇都宮市で取れる大谷市で作られた公衆トイレが設置されている。宮の橋は景観スポットとしても親しまれており、宇都宮市保健センターから見た宮の橋は、 宇都宮市により宇都宮百景に制定されている。また、橋からは、田川のしだれ桜が見えるため桜の名所としても知られている。42メートルと橋の幅が広いのは22メートルの、道路の両側20メートルの広い歩道があるからである。歩道には、親柱や、ベンチなどがある。また宮の橋は、映画、ナススーツケースの渡り鳥やドラマ、 マザーなどの舞台に採用されたことから、聖地巡礼として訪れる観光客も多い。宮の橋という名称は、宇都宮の宮が由来であり、地元の人々からは略して宮橋とも呼ばれている。元橋は、宇都宮市の中心部にあり知名度が高いためしばしば、バス停や店舗名などの施設名に使用されている。例として、以下のようなものが挙げられる。 明治時代末期の宮の橋、ありがとうございます。